横川一丁目停留場は、広島市西区横川町一丁目にある、広島電鉄横川線の路面電車停留場である。駅番号は Y4。当停留場は1917年、横川線の開通と同時に、三鷹寺前停留場として開設された。名前の通り、当時は停留場のすぐ西に、三鷹寺という寺院が存在していた。横川線は、当初、 道路から軌道時期が独立した専用軌道にて開通したが、都市計画道路の建設によりこれを平用軌道とすることになった。この時三鷹寺は、境内が道路の建設用地となるために立ち退きを行い、三崎町へと移っている。道路が建設され、平用軌道となった1938年頃には、停留場名も横川一丁名と改められた。 横川線をはじめとする広島電鉄の市内電車は1945年8月6日の原爆投下により全線が普通となる。また直後の9月には枕崎台風が襲来し、南隣の別院前停留場との間にかけられていた軌道橋が流出する。軌道橋が復旧し、東停留場を含む別院前から、 横川間が運転を再開したのは1948年のことであった。横川線の軌道は道路上に敷かれた平洋軌道であり、東低流上も道路上にホームが設けられている。ホームは低床式で2面があり、南北方向に伸びる2本の線路を挟み込むように向かい合って配置された相対式ホームという形態をとる。線路の東に東下市町方面へ向かう。 上りホーム、西に横川駅へ向かう、下りホームがある。2003年には停留場の設備が改修された。当停留場には、広島電鉄で運行されている系統のうち、7号線と8号線が乗り入れている。横川一丁目電停。広島ナビゲーター。広島観光コンベンションビューロー。2016年9月27日閲覧。 広島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCDEFG。広電が走る町根弱150から157ページ。AB 今尾圭介。日本鉄道旅行地図帳11中国四国。新庁舎。2009年。38ページ。<タッ> ISBN978 から4から10から79万29から6。 ABCDE 広電が走る町根弱106から108ページ ABC 川島慶造山陽サインインライン全線全駅全廃線第7巻広島エリア高段車図節日本の鉄道2012年13.83ページ ISBN 978から4から0 6から295157から9川島慶造 全国鉄道事情大研究中国編に、創始者2009年103.107ページ。ISBN 978から4から794217110。ただし、駅周辺にあるのは、郊外方面行きのみで、市内方面行きはやや離れた場所にある。ありがとうございます。